日チャンネル。ちょっ。さあ、ということで、金曜日、総チェック。はい、でございます。もう9月に入りまして、残り1ヶ月。もう20試合強ぐらいのね、残り試合になってきて、ね、順位争いどうなっていくのか、もうね、来年に向けてっていうところのチームもありますけども、これはもう仕方ない。現実を受け入れながら応援していきましょう。ということで、今日も総チェックやっていきましょう。まずはパリーグから。ソフトバンク対日本ハム。6対3で日本ハムの勝利というところで、日本ハム先発伊藤博美11勝目。7回101球、5安打7三振、2球3失点。で、ソフトバンク先発森田。3回75球、6安打3三振、1四球1、2デッドボール6失点というところで、まあ、モイネロは前回、先週の火曜日も、もう初回からストライクボールはっきりしてて、ちょっと制球定まらない中で、ちょっとフォアボールも多かったりしながら、まあ、なんとかね、初回の1失点だけで前回抑えたけども、逆に言うと、オリックスはそこをね、隙をついていけなかったっていうところで、まあ、モイネロのね、立ち直りを許したっていう形になるけども、この試合、日本ハムはもうそんなモイネロの立ち上がりの悪さ、見過ごすわけにはいかないっていうところで、初回から速攻、先頭ね、万波が、レフトスタンドへ先頭打者ホームラン、浅間フォアボール、清宮デッドボール、で、ここでね、レイエスが悪送球で、ワイルドピッチ、ノーアウト2、3塁になって、レイエスがね、ライトへタイムリーヒット、球団タイ記録の24試合連続ヒット、ね、レイエス、ね、配って、清宮レイエス、絶好調、ね。で、ここだけで終わらずね、ノーアウト1塁からマルティネスアウトになるけども、また郡司デッドボール、で、上川畑レフト前ヒット、で、ワンアウト満塁から伏見がね、タイムリーっていうところでね、一気に5点、ね。で、3回にも、先頭マルティネスがライトスタンドでホームランを打って6対0。まあ、これでね、まあ、ジエンドかなと思ったら、ソフトバンク3回の裏、ね、甲斐、周東のフォアボールがあって、2アウト1、2塁から、栗原タイムリー、山川タイムリーで、3点返して6対3。なおも2アウト1塁っていうところでしたけども、まあ、ここ近藤三振っていうね、ところはあるけども、ここ3点取って、いや、さすがソフトバンク、こっから逆転もあり得るなっていうところはあったけどもね、まあ、そっからはなかなかね、得点もできず、ね、伊藤博美から継いだね、宮西、田中正義っていうところが、まあ、8球ね、完璧に抑え切って、まあ、逃げ切りがちっていうところはあるけども、まあ、モイネロのね、2週連続の立ち上がりの悪さ、さすがに今日はね、日本ハム打線がそれを許してくれずっていうところで速攻先制。これはね、まあ、ホークス、マジック今15だからね、まあ優勝はもう揺るぎないと思うけども、クライマックスシリーズに向けて、日本ハムはね、こういったところでね、ソフトバンクに悪い印象を与えながら、自分たちのね、自信をつけていく戦いというところでは、すいませんね、6対3、一気にね、先制して、それを逃げ切り勝ち、素晴らしい戦い方だったと思います。ソフトバンク対日本ハム、5対8で日本ハムの逆転勝ちというところで、まあこの試合もね、2連戦というところで、日本ハムのね、2連勝っていうね、形になりましたけども、日本ハム先発山崎幸也はね、3回75球、6安打1三振、3四球5失点と、全体的に緩かったね。なんかちょっと立ち投げっぽい感じで、上半身と下半身のバランスも悪かったし、なんかこう、小手先だけで投げてるみたいなね、変化球も緩かったし、ちょっと力強さなかったかなっていうね。で、ソフトバンク先発大関、6回94球2安打、2四球1、デッドボール2失点。逆に大関はね、しっかり体重も乗ってね、力強く、初回にね、失点したけども、しっかり6回をまとめ上げたっていうところではね、非常にね、トップチームだったと、思います。まあ、その中で日本ハムはね、初回、2アウトからね、清宮フォアボール、そしてレイエスがね、球団新記録の25試合連続安打、ね、を2ランホームランで達成っていうところで、2点先制するも、ソフトバンクはね、1回裏、ね、今宮ホームラン、そして栗原の 2者連続ホームラン。で、山川センター前ヒットの近藤正樹フォアボール。まあ、ここら辺がね、山崎のちょっと状態悪さが出てるかなと。で、ワンアウト満塁から石塚がタイムリーで3点目。なおもワンアウト満塁から、まあ、結果論で言えば、この初回ね、まだね、このワンアウト満塁得点できたところをね、海の、ね、牧原でね、もう1点取れなかったのが痛かったね。しかし、ソフトバンクはね、3回裏、山川がね、レフトスタンドへ、ホームランと。これで2番、3番、4番ホームランと。ね。で、その後ね、近藤フォアボール。で、ノーアウト一塁のところから、松木が三振するけども、近藤が盗塁、ね、成功。で、ワンアウト二塁の時からね、山崎幸也のワイルドピッチ。でも、ポロンとちょっと弾いただけだからね、ちょっと弾いたところをね、近藤がそれ見逃さずね、三塁進塁。近藤、嘘に。でも、多分、伏見も走ると思わなかったんだろうね。ちょっと油断したね、一瞬間があったね。でも、あれをね、行くのはすごいね。
で、その後石塚のサードゴロをね、若干サードのグッジもね、握り替えね、ちょっとジャックルしてね、握り替えれなくて、その間にね、近藤がゴロゴ、ギャンブルじゃない、ゴロゴスタートで、ナイススタートでね、ホームセーフ。近藤。くそ。だから近藤の足でもぎ取った1点だね。だってノーヒットだからね、フォアボールで盗塁。で、ちょっと弾いたところを3塁に進塁して、で、サードゴロ本塁ってね、近藤の足で掴んだ1点で5対2。もうこれで流れは一気にね、ソフトバンク。この3回の裏の2点はね、めちゃくちゃ大きかった。ね。これも終わるかなと思ったらね、5対3、5対2から3点差、9回表ね、ピッチャー松本。先頭松本剛にフォアボールを出すけども、緊急降板。なんか肩痛らしいんだよね。だから、まあこれ結果論だけども、肩とか調子悪いんだったら、ここまで来るまでにもう一回抹消して、ここまで来るまでに休んだ方が良かったんちゃうかって正直思うけどもね、これで松本ね、モイネル一回飛ばしたからモイネルも抹消して、まあここに来て緊急事態だね。まあでもこのまま優勝することはね、よっぽどのことがない限り間違いないとは思うけども、ね、このクライマックスシリーズに戻ってこれなかったらっていうところはね、ちょっと厳しいから、まあそこどうなんだろうっていうね。そしてその後ね、大山が上がってマルティネス、レフトフライ。で、ワンアウト一塁から、代打浅間ライトツーベース。で、タミヤの内野安打。もうこういうね、内野安打も絡んでくるもんね。もうあれもね、ちょっと後ろにね、下がったからね。まあ、今もうセカンドも後ろ守ってるからね。その分そっから下がるとね、内野安打になるから、あれはもう前出てこなきゃいけなかったね。それでも無理だったら、アウト取れなかったら無理かなっていうね。AC タイムリー。で、万波のショートゴロの間に1点。ね、これで同点。で、ここでピッチャー岩井に変わるけども、水谷タイムリーヒットで、清宮の最後、スリーランホームランで、一気に6点、8対5逆転勝利。グッチー、これは怖いね。万が一2位で終わったとしても、ね、これも2位は確定っぽいな。日本も2位以上はね、2位で終わったとしても、クライマックスシリーズ怖いね。もう今絶好調。チーム自体。逆にソフトバンクはね、これ絶対勝てたなっていう流れで、まあでも今日試合ないんでね、まあここでね、リフレッシュどこまでできるかっていうところでしたけども、ちょっとね、主力の抹消がついてるからそこら辺はね、この終盤に来てちょっと心配になるところですね。まあ結果日本ハムは2連勝、最高の状態で、バカかの逆転かっていうね、試合展開でしたね。オリックス対西武、3対2、オリックスの逆転勝ちっていうところで、吉田輝星4勝目。コッペチ素晴らしい、移籍してよかったね。逆に、西武先発高橋光成0勝11敗っていうところでね、高橋5 6回3分の2 103球8安打6三振1球1デッドボール3失点。まあ攻められないけどね、クオリティスタ、まあ最低限の仕事できてるからね。田島は5回110球9安打5三振2球2失点と、まあ相変わらずね、いい感じでね、自分の役割っていうのは果たしていると思いますね。その後まあ吉田小田島ベルドーマシャド、まあ、ピンチも作りながらね、なんとか踏ん張ったかなっていうねところはあります。西武はね、もう高橋コーナーを継いだね、佐藤某高橋とね、完璧にリリーフを抑え切ってっていうところはありますけども、西武はね、2回ワンアウト3塁からね、つけがタイムリーヒットで1点先制。しかし4回裏にね、西川のツーランホームランで逆転。しかし5回にね、ワンアウト2、3塁から外崎の、犠牲フライで同点に追いつくけども、6回裏ね、紅林のタイムリーで1点勝ち越して、3対2っていうね、ところでは、これはね、大きな勝利になったと思います。まあ、オリックス的にはこのね、怪我から復帰してきた太田ね、3番に入ってますけども、この試合もね、3打数2安打、ね、現状3割1分。そして西川が最近ね、打撃が絶好調っていうところで、4打数3安打2打点、1本塁打。打率もね、2割6分5厘まで上げてきてね。まあ、この2人でね、勝ち切ったっていうところはね、過言じゃないけどもね、しっかり働いてるなっていうね、ところもありますけども。まあ、そう考えるとね、やっぱオリックスも序盤から怪我人が多すぎたっていうところはね、こういったところの試合見てるとね、かなりね、もったいなかったなっていうね、ところはありますけども、まあ、こういった試合もね、北を1番に入れながらとかね、横山を出してね、来季に向けて選手を育てていこうっていうところはね、この試合しながら見えてくるんでね。まあ、今年はちょっとなかなかもう難しいと思いますけども、来年に向けてはね、楽しみな選手も出てくる。ね。で、まあ、西武もね、まあ、長谷川、西川ね、そして山野辺も外野挑戦したり、まあ、この試合ね、外崎が3安打、で、次も2安打打ってね。で、まあ、岡田がね、引退するっていうところでね、まあ、金子とね、まあ、外野とキャッチャーっていうところには若い世代がどんどんね、成長していかなきゃいけないっていうところで言うとね、
今年もチャンスは作るけどね、6回もね、先頭、杉江がツーベースで、長谷川のショートゴロの間に三塁行って、源田フォアボールで、ワンアウト一三塁から西川、佐藤が連続三振とかね、ここで勝ち越しとけばね、で7回にもツーアウトからだけど、外崎ツーベース、山野辺センター前、ツーアウト一三塁から杉江が三振ね、で8回にもツーアウトから西川がね、センター前ヒットで出るけども、ここ積極的に走って盗塁アウトね。で9回にも先頭佐藤が先頭出るけども続かずっていう中で、10安打で2得点はね、ちょっと寂しいよね、結果的にはね。まあこういったところもね、勝てやと思ってね、しっかりね、ファンの皆さんもついて応援していきましょう。オリックス対西武、9月4日の試合4対0でオリックスの完封勝利というところで、山下俊平太3勝目ね、7回109球5安打9三振2四球無失点でグッペってね、変化球良かったね、制球も良かったし、低めにも決まったしね、やっと本来のね、ピッチングが戻ってきたかなっていうところでね、まあ今シーズンね、残りも少ないけども、あと何回だろうな、4回投げれるかどうか、3、4回っていうね、ところだと思いますけども、まあこのままね、いい感じでね、行きたいなっていうね、ところはありますけども、終盤に来てね、いいピッチングだったかなと。で、西武先発、隅田ね、5回83球、11安打1三振、無四球4失点と、まあ三振1個っていうところがね、証明してるとちょっと高かったね、変化球も含めて制球がね、まあそこをね、オリックス打線に仕留められたかなっていうところで、まあ2回はね、高めに入った、ところをね、杉本にレフトスタンドへホームラン。で、5回の裏にはね、先頭若月ね、1割台でね、低迷してるところ、ツーベース。で、渡辺送りバント。で、広岡の犠牲フライで2点目。これで終わるかと思ったらね、西野、太田、西川、杉本と、4者連続タイムリーでね、一気に3点ね、で、ここ2点追加点ね、ランナーなしから取れたのは大きいよね。で、4対0と。で、その後はね、山下ペーターがしっかりね、抑え切って、7回しっかり。で、その後山田、吉田、ペルドモとね、しっかりリリーフがね、踏ん張ったっていうところはね、大きいんじゃないでしょうかっていうね、ところで、まあ、西武もね、チャンスは作るけども、まあ、1本出ないっていうところでね、この8回表もね、2アウトから、佐藤、平沼と連続ヒットで2アウト2、3塁。チャンス来るけども、ね、ここで、山田から吉田に変わって吉田がね、外崎をしっかり低めの変化球で三振と仕留めるっていうね、ところでは素晴らしいピッチングだと、思います。吉田恒成いいね。いい感じでね、本当に今ね、オリックスはリリーフ陣ね、全くね、優勝した時とは違うメンツになってますけどもね、吉田も日本ハムから来てね、素晴らしいピッチングがついてます。オリックスやっとね、投打がね、バランス取れてきて、いい感じのね、試合展開。まあ、このね、2試合勝ち越したっていうところは大きかったし、まあ、この試合ね、2連戦なんでね、オリックスと2連勝。非常にね、オリックスは素晴らしい戦い方だったと思います。ロッテ対楽天、A クラス争い4連戦っていうところで、めちゃくちゃ変則な戦い方ですけども、この試合ロッテ、3対1でロッテの勝利、っていうところで、まあ、ロッテはこのね、4試合、まあ、2勝2敗で5分でいけばもう上等だね。今現状 2.5 ゲーム差。これがまあ、ロッテはね、1勝3敗になっちゃうと 0.5 ゲーム差までね、縮まっちゃうっていうことをね、考えればね、2勝2敗で上等。逆に楽天はね、3勝1敗でやらなきゃいけないっていうところで、初戦負けはね、痛いね。その中でロッテ先発会議をね、この試合千葉テレビで解説言ってましたけども、5回82球、3で4三振、3四球1点でグペッね。まあもうちょっと投げるかと思ったけども、5回で交代って決めてんだろうね。まあそうなったらもう中4とか中5でどんどん回していきたいね。まあ今回中もいいかっていうところで、まあ試合がね、なかったんでね、まあちょっと変則的な日程になりましたけども、これだとやっぱり中4、中5でね、フル回転、あと4試合、5試合ね、投げさせたいなっていうね。まあまっすぐ通信もかつチェンジアップとね。本当制球良かったし、低めじゃ若干沈むんだよね。だからあれね、引っ張りにかかるとやっぱりね、左バッターセカンドゴロとかね、ゴールの山気づいちゃうっていうところもあるからね。まあでもね、本領発揮で横山、国吉、鈴木、増田とね、まあちょっとピンチもね、鈴木のとこありましたけども、なんとかね抑えて、国吉がね、22試合連続無失点、チーム最大記録、グッピッチね、素晴らしかったと思います。まあストライク入ったらもうね、鬼に金棒だね。成績だけで言うとね、ロッテに移籍してきた初年度ね、を超えるね、内容っていうところでね、今年はいい形のピッチングできてるんじゃないでしょうかね。で、2番手の横山はね、ちょっとパワーピッチになるからね、変化球の制球が悪いっていうところと、逆球以外右バッターのインコースに投げれないっていうところが弱点だね。ここがもっと克服できてれば、右バッターのインコースにツーシームシンカー系が投げきれればね、もっと外に生きるからね、もう一皮向けるためにはそれが大事かなと。で、楽天先発藤井ね、6回107球、8安打3三振、1デッドボール3失点と、良かったけどもね、
まあ、悔やまれるのが藤原の攻め方かな。まあ、そこが一番悔やまれるかなっていうところでね、ロッテは2回裏に先制ね、ワンアウトから田村がツーベース。で、中村翔吾がね、セカンドゴロ。この進塁打が何気に大きかったね。で、ツーアウト三塁になって、友杉ね、レフト前タイムリーヒット。あれも低めいいところね。藤原投げ切ったけども、友杉、グバッと。ね、この先制。しかし楽天はね、3回の表。先頭村林センター前ヒット。大高ゴリバンドを決めて、小郷がフォアボール。で、小深田がね、通信もレフト方向、逆方向。これ、だからこういうのがね、カイケルの攻略法かもわかんないよね、逆方向。で、ワンアウト満塁からね、この辰巳のセカンドゴロ、これをね、セカンドのね、藤岡が一、二塁から抜けるところをダイビングキャッチして、一点は取られるけど、ファーストアウト。あれ、抜けてたら、ひょっとしたらセカンドランナーのね、小深田もホームに帰ってきてるかもわかんない。そうなったら、セカンドランナーの小郷もね、ホームに帰ってきてるかもわかんない。そうなったら、ファーストランナーの小深田もね、三塁に行ってるかもわかんない。そしたら、複数失点もあったかもっていうところでね、この辰巳の一、二塁間抜ける感じの頃をダイビングキャッチした辰巳、藤岡のプレー。これ何気に多かった。今日のキーポイントかもわかんないよね。で、まあ、その後、阿部を打ち取ってね、この、まあ、1点同点止まりってなったところで、3回の裏ね、ワンアウトから藤原がセンター前ヒットっていうところで、これね、追い込んでから、ね、ツーボール、ツーストライク追い込んでから、前の打席はツーボール、ツーストライク追い込んでから、インコース三振。で、3打席目も、ツーストライク追い込んでから、インコース、詰まらせてゴロっていうところで、この打席はね、ツーボール、ツーストライクから外のスライダー行ってセンター前。このツーストライク追い込んだ後にインコースが有効的ってあるのにもかかわらず、ここ外行っちゃったのがね、これ失敗だね。まあ、藤原はね、ノーステップでね、そのスライダーをセンター前と見事にヒット打ったけどもね。で、その後ね、外。ね、外もやっぱりインコース攻めなきゃね。やっぱ外は打つよ。外は外。逆じゃないけどね。外は打ちなのよ。そこで投げれないとね、抑えれないというところでスライダーが外回りしてね、レフトスタンドへホームラン、外。ね、まあこのね3対1逃げ切り勝ちっていうところで、まあ、楽天もねチャンスあったけどもね、6回ね2アウト1塁村林ね、ショートフライっていうところもあるしね、8回もね1アウト1、3塁からね、ここでね8回楽天のビッグチャンス2点差ね、先頭辰巳がセンター前ヒットで阿部が三振するけども浅村のところでね辰巳が盗塁、いやね、浅村が、バット詰まりながらね、センター前ポテンヒット。で、ワンアウト一三塁。で、ファーストランナーね、ダイソーの武藤。ここで謎の初球盗塁で、セカンドアウト。田村。嘘。謎だね。2点差。2点差で。で、あの、ベンチの、今井監督のびっくりした顔と、横にいる渡辺コーチの下向いたうつむき加減。なぜ走った?まあね、なぜ走ったっていうのもまず謎なんだよね。まあ、絶対セーフにならなきゃいけないところでアウトだからね、まあ高めに外れてね、田村がいいところで投げやすかったっていうところもあるけども、なぜ走ったっていうね、2点差ワンアウト、しかも初球で、しかもダイソーでっていきなり初球だから、ベンチでそういう話になってたのかね。だからベンチもこの状況でグリーンライトだったらそのままにしとくのはやばいよね、グリーンレッドにしとかないとね、走っちゃダメですよとね。だからそこら辺チップ状況どうなのかな、もう謎すぎて、なぜ走った、なぜ走らせたっていうね。で結局アウトになって、で伊藤幸はフォアボールになるけども、フランコのショートゴロで1点取れずね、これマジ謎だね。この盗塁は本人は言われて走ったのか、グリーンライトだから走ったのか、ベンチは言ったのか、なぜグリーンライトそのままに、グリーンライトだったらグリーンライトそのままにしてたのか、サインじゃなきゃ走っちゃダメなのか、サインが出てたのか、もういろいろ謎だけど、本当に謎、びっくりするぐらい、ビッグチャンスだったのにね。まあそういったね、謎の攻撃があった中でね、まあロッテはしっかりね、逃げ切り勝ち、3対1ね。まあもうちょっと点取りたかったけどね、まあピッチャー陣ね、非常に踏ん張った、ナイスゲームでした。ね。それとここでね、ソフトバンク戦、ね、倉野コーチのね、なんか肩が痛いのに松本が、投げてって言ったところで、昨日の動画の佐々木のコメントもね、いや痛いんだったらもっと早く抹消しとかないと、こんなギリギリまで投げて、いや早く抹消し休ませた方が良かったんちゃうかってコメントしてましたけどね、ちょっとここでねコメントの倉野コーチからの訂正があって、張ってただけで痛みじゃないっていうね、で本人もいけるって言ってたから、まあそれをね事前にこちらが把握できればいいけど、だから痛かったわけじゃないっていうね、ただ肩が張ってたっていうだけっていうね、この言葉のチョイスミスでね、めっちゃだから変な感じで広がっていったんだね。それは思うよ。だって俺だと思うもん。なんで痛いのに投げさせてたんだよ。そんなもっと早く休ませたらよかったやろって、それは思うからね。そういったところでのね、その訂正がありましたけども、まあ内部でどうだったか俺には分からないけども、まあ訂正があったのは良かったね。
どうあれね、それがどうあれ、やっぱりね、ネガティブ情報になっていくからね、そういった意味では、だから里崎チャンネルも訂正していきます。ハリだったそうです。はい。まあ、ロッテはね、まあ、この4連戦、初戦、先勝、かなり大きかったね。次でセリーグ、DeNA 対広島、5対1で DeNA の勝利ということで、この試合ね、RCC の解説で横浜スタジアム行ってましたけども、試合前にね、まあ、東と森下の戦いですから、これロースコアの展開ですよね、と。まさか5対1とかのね、試合展開にはならないと思うので、まあ、両チーム同点取っていくかよりも、同点やらないかの方が重要になってくると思いますね、って解説で言ったら、まさか試合終わったら5対1、ね、ならないだろうと思ったね、試合予想展開にね、まんまとなっちゃったっていうところで、広島先発森下ね、4回70球7安打2三振1球5失点と今季最多失点ね、5回持たずっていうね、まあ、でも見ててもね、まあ、ちょっと高かったかなって変化球ね、チェンジアップとかカウント取りに行ったのちょっと高かったかなっていうのはあるけども、まあ、コントロールよく投げてたように思うから、まあ、そこら辺は DeNA 打線が良かったのか、もしくはそのキレとかね、勢いっていう部分がちょっとはなかったのかなっていうところはありますけどね。で、DeNA 先発東、7回3分の2、96球7安打4三振、無四球1失点っていうところで、キュピチ。こちらはもう球種ね、すべての球種をコース低めに投げ切って、完璧なピッチングでね、ほんと素晴らしかった。まあ、捉えたと思ってもね、やっぱ芯外されてるから、いい角度でね、打球が上がったとしても、ね、外野フライっていうね、ところでカーブ打線がね、打ち取られて、ね、アウトの山を築くっていうね。で、DeNA はね、初回、2アウトから、佐野のね、ライトでツーベース、ね、森下後輩だから明治のね、絶対打ち取られるわけにいかないっていうところで、3ボール2ストライクから、それまでインコース3球投げてね、もうこれでインコース行きたいやろうと思って、そのチェンジアップ投げて、やっぱりね、佐野のバットコントロールでね、うまく拾われて、ライト線ツーベース。で、2アウト2塁からオースティンのね、レフトへタイムリーヒットっていうところも、ここも低めね、きっちり投げたんだけど、オースティンの素晴らしいバッティングで、こう1点先制。で、2回にはね、牧が、チェンジアップ高めに浮いたところをね、レフトスタンド。もうギリギリだってね、このフェンスに当たって入ったからね。もうギリギリの、ホームランっていうところでね、2点目。で、4回裏にはね、オースティンがツーベース。で、牧デッドボール。で、宮崎フォアボール。ここもね、ちょっと一気に動揺したかなっていうね。で、ノーアウト満塁からのね、山本、ね、6-2-3、ね、矢野が華麗にとってね、6-2-3ダブルプレーっていうところで、あ、これピンチ出したなっていうところでね、2アウト2、3塁から8番林をね、満塁策で敬遠。で、2アウト満塁から東がね、外からのカットを引きつけてね、三遊間にタイムリー。で、梶原のライトへタイムリーヒットっていうところで3点一気に5対0。これ、ここキーポイントはね、これ東抑えてたら、まあ2対0、まだ状況ね、わからなかったところで、この東に打たれて梶原タイムリー、この一気に3点で5対0。これがね、ここがもう勝負の決め手だったね。で、広島はね、8回に末金のタイムリーで1点返すけども、まあ5対1。まあ5点は重かったね、DeNA としては。ね、まあ広島としてはね、まあ DeNA はね、ここから逆転の A クラスに向けて、まあ、東でね、球数も少なく勝ち切ったっていうのは大きかったし、カープはね、やっぱ森下でね、こう勝ちたかったところだったけども、まあ、カープはね、もう連敗しないことが大事、優勝に向けてはね。そういった意味では2戦目、どうなるのか注目です。DeNA 対広島、9月4日の試合、6対1で DeNA の勝利ということで、カープ2連敗ね。DeNA 先発ジャクソン、6回99球、5安打5三振、3四球1失点とね、高めのストレート、そして低めのチェンジアップとね、ジャクソンの、いいところがね、出たかなと。あとそこね、カーブ打線も高めね、ちょっと振らされちゃったかなっていうところで、ジャクソンの思い通りのピッチング。広島先発アドは、6回98球、9安打3三振、無四球6失点と。まあ、6回しっかりよく投げたけどね、初回の5失点痛かったね。いきなり梶原レフト前ヒット。で、ね、ノーアウト1塁からね、海老名の打席、エンドラン。ね、これをね、変化球で、低めの変化球ね、粘りながらね、なんとかね、バットに当ててね、三塁線、タイムリーツーベース。で、この間にね、梶原が走ってたっていうところで、で、ファーストから一気にホームインで先制。で、その後ね、佐野のタイムリー。ね、で、オースティンアウトになるけども、牧が続いて最後、宮崎のスリーランホームランで一気に5点。でもカープもね、2回表に、先頭と小林がフォアボール。で、矢野がセンター前ヒット。で、ノーアウト1、3塁からファーストランナーの矢野がね、牽制で飛び出しちゃってね、ジャクソンの。で、この間ね、牽制ランダムプレーになるけども、ね、サードランナーも気にしながらっていうところで、牧がね、ファーストへ悪送球。ね、で、タイムリーエラー行って。で、ワンアウト2塁からね、で、菊池がサードゴロでアウト。で、ワンアウト2塁からアドアが進塁だ、セカンドゴロ。で、ツーアウト3塁になるけども、秋山フォアボール。のま、セカンドフライで。もう1点取る。ここもう1点取りたかったね。そういう意味ではね。でも、守備も危なかったね、このミスね。5点あるからね、そんなノーアウトからはね、堂林がいきなり本塁アグレッシブに狙っていくっていうのは考えづらいけども、ね、万が一に備えてちょっと気にしすぎだね。
でも2回の裏ね、すぐ梶原のライトスタンドでホームラン、これでかかったね。広島に1点取ってちょっと流れがっていうところでね。でその後はね、まあ広島も5安打だからね、初回ね、初回広島も3安打で0点痛かったね。秋山センター前ヒットで野間がダブルプレーで小園杖金連続ヒットだけども、2アウト1、3塁からね坂倉が三振っていうところで、だからもうあれだもんね、2回で4安打打ってるから3回以降1安打しか打ててないからね。そういったところではね、ジャクソンウィック伊勢とねしっかり踏ん張って投げ切れたっていうところは非常にね、 DeNA ね序盤の先制は大きかったね。2試合連続序盤からのね得点だからね、そういった意味ではカープね、ちょっと先発がねっていうところがね、この2連敗ね、まあ、まさか3連敗するわけにいけないけどね、ケイトコダどんな試合になるのか注目です。 DeNA 対広島、9月5日の試合4対3で DeNA のサヨナラ勝ちっていうところで、広島森下アドは床田を立てて3連敗は痛いっていうねところで、広島先発床田6回88球4安打1三振2四球2失点とクオリティスタート、非常にいいピッチングね。で DeNA 先発ケイ6回3分の2 109球4安打7三振3四球1失点、こちらも踏ん張って、まあ、リリーフのね戦いっていうところで、これ広島勝ったかなと思ったけどね、なぜ負けるっていうね。 DeNA はね、2回裏ね、2アウト1塁から山本がレフト前ヒット打って、2アウト1、2塁からね強打のレフト前ヒットっていうところで、これはいつもこれを思うね、2アウト1、2塁敬遠して、敬勝負でいいんじゃないの？ツーアウトって、俺はいつも思う。ね。ほんで、敬がね、で、強打がレフト前ヒットでタイムリーっていうね。で、広島はね、なかなか点取れず、で、6回裏ね、DeNA の攻撃、先頭梶原ライト前、ライトへツーベース。で、海老名が送りバンドを決めて、佐野三振するけども、オースティンがレフトへタイムリーヒットっていうところで2点。ね。ここ大きかったね。だからカープはね、もう初回だね。カープはね、チャンスめっちゃあったのよ。ね。で、この試合にカープに言えることはね、取れる時に取ってないからこうなるっていうねパターンですね。それは何かっていうと、初回ね、先頭秋山がツーベースで野間が三振、ここ最低進塁で打ちたかったよね。で小園がレフトフライでアウトになるけども、末金が内野安打で2アウト1、3塁から坂倉が三振とチャンス来るけど1本出ず、先頭ツーベースを生かしきれないっていうね。で2回にもね、ワンアウトから菊池がツーベースで、ここで矢野がねショートフライで、まあ床田がショートフライ、床田バッティングいいけどね。でここでもチャンスで1本出ずっていうね。で、5回、先頭菊池ね、バキュル悪送球、バッとね、出塁して、で、矢野がセーフティーバンドで1、セーフっていうね、もうこれ一気に行きたいっていうところで、ノーアウト、1、3塁ね、こう、床田三振、まあこれは仕方ない。で、ワンアウト1、3塁。で、秋山ね、ライトフライ、ここでね、菊池がね、タッチアップできすっていうね、まあ、それ、まあタイミング的に、それなきゃアウトだからね、それたらセーフ。だからこのタイミングは完全にアウトだからやめたと思うんだよね。若干送球がそれたっていうのもあるけど、これはまあ結果のね。で、野間がね、フォアボール。で、ツーアウト満塁から小園がね、センターフライで1点取れずっていうね。ところで、そうこうしてるうちにね、2対0になるけども、7回表ね、やっと広島の逆襲ね、ツーアウトから秋山フォアボール。これ痛かったね、DeNA ね。で、野間がね、ライト前ヒットね。で、ツーアウト1、3塁から小園がセンターへタイムリーヒットで1点返して、なおもツーアウト1、2塁ね、ここで末金、ここで伊勢から中川に変わって、中川が最後外へのスライダー。ナイスボール、グッピッチ。ね。これを三振取って1点止まり。しかしね、8回表、ワンアウトからね、石原デッドボール、ウェンデルケンね。これ痛かったね。このデッドボール。で、ワンアウト1塁からね、初期盗塁。牽制何回もしたけどね。でも、あんだけでっかいクイックしなかったらね、もう盗塁ただみたいなもんだよ。で、初期が盗塁して。で、菊池がね、前進守備のレフトオーバーのね、ツーベースになって。で、ワンアウト2塁ね。ここで矢野がセカンドゴロでツーアウト3塁になるけども、戸郷がね、堂林が三振というところで、まあでもね、ここ同点追いついてね、このままの流れで一気にね、逆転かっていうところでね、9回表、ね、森原から先頭、秋山がレフト前ヒット、で、代打上本が送りバンドを決めて、ワンアウト2塁なんで、小僧の敬遠して、ワンアウト1、2塁から末金セカンドフライ、坂倉セカンドゴロと1本ですっていうね。で、DeNA はね、9回裏三者凡退、もう流れはカープよ、ね。で、10回はね、広島は三者凡退。で、DeNA はね、チャンス来るけどもね、最後、ツーアウト一塁から海老名がね、三振と。ね、その中で11回表。ね、ツーアウトからしかも、上本ライト前ヒット。で、ツーアウト一塁からね、小園のタイムリーツーベースで上本がホームイン。若干ホームの送球もそれだけどね、よく上本走ったね。で、これで1点勝ち越し。このまま終わるかと見せかけて、11回裏、ピッチャーね、堀江。先頭佐野がね、バット降りながら、レフト前ヒット。で、ツーアウト一塁からね、ピッチャー松本に代わって、オースティンがね、フォアボール。
ツーアウト一塁からここでね、牧がアウトコースのカットボール、松本めっちゃ良かったよ。あれを若干泳ぎながらもバット伸ばしてね、芯で当てて、左中間へ同点タイムリーで、ノーアウト二三塁、ここで宮崎敬遠で、ノーアウト満塁からね、代打大和ショートフライね、で強打セカンドゴロね、これで1点入らないのかと思ったら最後伊藤光押し出しさよなら。まさかの結末、カープ3連敗、かなり痛いね。しかも終わり方がね、しかも2アウトまでやっときたのにね、これがまた押し出しで終わるっていうね、またドラマチック。これで DeNA ね、阪神 1.5 ゲーム差ね、でまあこれで一気に A クラスもあるし、首位までも 4.5 ゲーム差ぐらいだからね。阪神対中日、4対1で阪神の勝利ということで、阪神先発高橋遥人、7回91球3安打4三振1四球無失点、キュッピッチ。変化球も良かったね、この日。まっすぐだけじゃなくて低めに決まってね。いやーこれはすごいね、怪我から帰ってきていきなり無双状態だからね。これ完璧にシーズン過ごして元気だったら2026年 WBC 行けるね、完全に入ってくるね。まあ、今年もプレミア中に行きたいけど、やっぱ怪我明けだからね、しっかり休養して2026年 WBC、 このまま行ったら高橋宏斗春とあるね。ね、で中日はね、高橋宏斗7回101球8安打3三振1球1デッドボール3失点、まあ7回投げて3失点だからね、まあこれはまあね、言えないよね、仕方ないね、なんとか踏ん張ったっていうのもあるけどもね、まあ高橋宏斗よりね、ハルトだったっていうことだよね。まあ阪神はね、2回裏に先制、佐藤がライト前ヒット、前がフォアボール、このストレートのフォアボール痛かったね、高橋としてはね。で梅野がね、これバスター、こういう時思うね、キャッチャーとしてはさっさとバンドやらしておけばよかったっていうね。ファーストがね、前に寄ってきて、まあでもあれね、1、2塁間、まあいいところ転がしたよね、梅野グッドバスターね。ノーアウト満塁から木浪がね、タイムリーヒットっていうところで、2点先制。で、ここで高橋宏斗とね、送りバントで、2アウト2、3塁からね、ここでもう1点取りたかったけども、近本のね、センター犠牲フライを岡林がね、本塁へナイススロー、梅野タッチアウト。グップレイ。ね、ここ2対0。これもね、ドラゴンでもなんとかね、踏ん張ってたっていうのはあるけどもね、3回三者凡退、4回は先頭岡林ランナー出すけども、その後続かず。で、5回も三者凡退。で、6回もフォアボール出すけども、岡林ダブルプレーで3人で終わる。で、7回にはね、福永、細川がランナー出るけども、ワンアウト1、2塁から石川ショートゴロ、村松三振とね、もう高橋宏斗、ね、あ、違う、春と。これ間違うよね、ほんと。高橋春と攻略できずっていうね。で、走行してるうちに7回裏ね、先頭木浪がね、阪神ツーベース。で、代打熊谷がね、送りバントをしっかり決めて、ここにね、高橋ね、にもうしっかり変えて熊谷でバント決めていくっていうね、この熊谷。ね。で、ワンアウト3塁から近本がね、タイムリーヒットで、3対0。で、8回でもね、ワンアウト満塁から木浪が押し出し、ね、ピッチャー橋本っていうところでね、まあ、ここもね、ワンアウトから佐藤ライト前ヒット。で、代打井上の、ライトフライを細川落球。で、梅のフォアボール。で、木浪フォアボール押し出しだからね。もう最後は自滅だね。で、9回にね、ドラゴンズ、カリステの内容ゴールで1点取るけども、まあ4対1ね。まあ4安打しか打ってないし、ミスも出たっていうところで、それはなかなか勝てないよね。阪神としてはね、最悪 A クラス死す。逆転の優勝へ向けてっていうところでね。まあこのね、今5位中日は絶対負けれない試合で、ね、高橋春とかね、しっかりしたピッチングで、コンサスね、先制中押しダメしね、しっかり取れて、いいね、初戦だったと思います。阪神対中日、9対4で阪神の勝利というところで、まあ、広島、巨人が負けてる中ね、阪神はこの5位中日に2連勝っていう形で、ゲーム差もね、ジャイアンツまで3ゲーム差、首位まで 3.5 ゲーム差。いや、ちょっとずつ追いついてきたね。これはチャンス出てきたね。まあ、その中でね、中日はね、初回、岡林がライト前ヒット。で、福永の、サードゴロを触ってるがエラー悪送球。これが不安やな。で、カリスト送りバンド決めて、ワンアウト2、3塁から細川三振するけども、宇佐美がね、センターへタイムリーヒットで2点先制。この流れが悪い中、痛いよね。しかし、阪神はね、1回裏、近本中野森下が連続ヒットで森下のタイムリー。で、大山がツーベースとついて、サトテルセンター前ヒット、エラーごめんね、っていうお返しでタイムリー。で、最後は井上のね、ツーランホームラン。井上のホームラン良かったね、このノーステップで。バッティングの形も最高だったね。しかも軽くパーンってね、振った感じでね、完璧なレフトスタンドホームランだったからね、グッバッティングね、一気に6安打だからね、ノーアウトが6者連続安打ね、中日先発大笠原4回76球8安打2三振6失点は予想外ね、で阪神先発村上勝ち投手
5回3分の2、104球、5安打7三振、2四球、4失点。まあ、こっち、村上もちょっと今年なんか、ピリッとしないね。勝ちは勝ったけどもね。村上6勝9敗、小笠原5勝10敗っていうね。で、阪神はあの5回裏大きかったね。5回裏小笠原から岩崎に代わって、大山レフト前ヒット、佐藤フォアボール。で、井上三振するけども、坂本誠志郎レフト前ヒット。で、ワンアウト満塁から満塁に強い木浪がタイムリー。で、ワンアウト満塁から村上の内野ゴロの間に1点で8対2。この2点でね、勝負あったかなっていうところはあるよね。しかし中日もね、6回裏すぐさまね、細川のレフト前、レフトスタンドホームラン。で、2アウト3塁から村上のセカンドゴロ、中野がファンブルエラー。あとは、阪神このエラーだね。この試合を3つエラーしてるからね。こういったところを防いでいきたい。で、しかし6回裏ね、大山の犠牲フライね。で、9点目を取って9対4。まあ、やっぱ初回の6点大きかったね。6者連続ヒットでタイムリーね。で、まあ村上もちょっとピリッとしないね、今年ね。まあ、やっぱ昨年から比べたらやっぱまっすぐの切れ味がちょっと落ちてんのかなっていうね、ところはあるけどもね。まああとミスだね。でもその中で阪神しっかり勝ててるからね。これはもう阪神は3連勝ね、したいっていうところで大竹大野のね、投げ合いどうなるのかっていうね。ところと中日もね、ヤクルトがこれ巨人に勝ってきてて 1.5 ゲーム差まで縮まってきてるから、ここ踏ん張っていかないと最下位もね、出てくるから、ちょっと勝負どころだね。さすがに立浪監督も3年連続最下位は苦しいからね。まあまだまだちょっとね、この2連戦でまたセリーグね、ギュッとなってまだまだ分からなくなってきたから、最後ね、今日の試合、3連戦どうなるのか注目です。阪神対中日、2対1で阪神の勝利ということで、このカード阪神の3連勝、A クラス逆転に向けてはこの3連勝大きいね。阪神先発大竹、5回98球、8安打3四球、1失点と、まあ、ヒット打たれたけど、結構まっすぐもなんか走ってるように見えたけどね。で、中日先発大野、5回89、6安打2三振、3四球、1セットボール、2失点と、まあ踏ん張ったけどね。その中で阪神はね、3回裏、ワンアウトからね、近本フォアボール。で、こう中のね、セーフティーバント。これサード、出足遅かったね。中日ね、サード、高橋周平ね、遅かった。ピッチャー大野投入ってね、もう完璧タイミングセーフだからね。で、ワンアウト1、2からね、森下がレフト前タイムリーヒット。これ、こうまた問題ないよ。これでレフトカリステが本塁投げるんだけども、本塁投げてる間に、セカンドランナー中野はサード。ね。で、あ、ファーストランナー中野はセカンドまでそのままサード。森下はセカンドまで行っちゃうからね。なぜあれホームで全然セーフなのに一人で投げたっていうね、カットまででしょ。中野はそのね、投球の高さ見てから走ったからね。で、これ2、3塁になって、で、大山フォアボール、そして佐藤犠牲フライで1点っていうところで、これ無駄な1点になったよね。この守備のちょっとしたミスね。エラーとしては残らないけどもね。で、中日的にはね、この4回表ね、すぐ点取られた後すぐね、細川カリステ連続ヒット、ノーアウト1塁、これ6番高橋周平、これ三振するんだけど、勝負手だからもうバントでも、まあ勝ちに行くんだったらバントでもよかったよね。でもまあもう来季に向けてだったら打たしていくのもありだけどもね。で、その後木下がね、どん詰まりでね、センター前。まあショートが取ったからショート内野安打なんだけどね。で、ワンアウト満塁から村松三振で、大野セカンドゴロで1点取れずっていうね。村松のバッティング、高橋義彦さんにめっちゃ俺似てると思うんだけど、皆さんどうですかね。ここら辺もなんかちぐさくだね。もうだからもう、ね、チャンスで1本出ないっていうね。で、5回表、ね、岡林内野安打。で、山本のサードゴロの間にランナーセカンド行って、福中がね、タイムリーツーベース。で、ここで細川フォアボール。で、ワンアウト一塁から仮して高橋周平まだ1本出ず、高橋周平は2打席連続アウトコースのスライダーに空振り三振しちゃうっていうね。11本打ってんだけどもね。で、6回でもチャンス作ってね。木下ライト前ヒット、村松送りバントを決めて、代打ブライトがね、ライト前ヒット。で、ワンアウト一三塁から、岡林のファーストゴロね、3本間で挟まれて木下アウト。で、山本三振っていうところで、チャンスに1本出ない。で、8回でもね、2アウトから石川がツーベース打って、2アウト2塁、ここでね、ブライトが三振っていうね、チャンスは作るけど1本で、もう今年の中日が、もう象徴されるような、ね。で、阪神はね、桐敷、石井、岩崎、ゲラとね、リリーフがしっかり踏ん張ってね、まあ、ランナーのスピンチもあったけどもね、阪神の逃げ切り勝ち、阪神3連勝、一気に、ね、首位と3ゲーム差、2位広島と 2.5 ゲーム差、これはまだまだ面白い展開ね、阪神の3連勝大きい、中日ね、3連敗で最下位ヤクルトと 1.5 ゲーム差、さあどうなっていくのか。巨人対ヤクルト、3対4でヤクルト、勝ちっていうね、
まあ、これもすんなり終わるかと思ったらね、最終回まさかが起きて、まあでもね、最後10回に勝つっていうところで、ヤクルト先発ヤフーでね、6回100球5安打6三振、4四球無失点と、ね、まあ勝ち星つけてやりたかったけどね。で、巨人先発山崎より、6回3分の1、89球5安打4三振、1四球1デッドボール2失点と、まあまあね、まあこれ攻められないよね。本当に、5回まではね、両投手ともにね、完璧なピッチングっていうところはね、ありましたけども、まあ、どちらもね、チャンスを作りながら、最後にね、1本出ないっていうところで、巨人もね、4回裏、ね、ランナーね、出すけども、まあ、盗塁試みながらね、アウトになって、まあ、下位打線に向かうっていうところでね、なかなか難しかったしね、2回でもね、チャンス来るけども、まだ下位打線に向かうっていうところでね、1本出ずっていうね、その中でね、ヤクルトはここへのもて、中村山田哲人連続ヒットでね、ノーアウト1塁チャンス来るけども、こちらもね、下位打線に向かうね、6番中村、7番山田だからね、その中でね、最後1本出ず、両チームともね、中軸からチャンス作っていくからね、下位打線に向かう中でね、得点できず、なんか流れが悪い中で、6回表ね、ワンアウトからヤクルト、村上フォアボール、で、ワンアウト一塁からね、スリーボール、ツーストライク、フルカウントからね、サンタナが高めに浮いた球をね、センターオーバーのタイムリーツーベース。まあ、ここね、村上はね、走ってたけども、ワンアウトっていうところでセカンド前で止まってたんだよね。で、センター頭越えたのを確認してから、そっから走り出したんだけども、ホームにね、中継良かったのよ。ねえ。まあ、多少バウンドがね、多少だよ。完全中途半端じゃない。多少ちょっと中途半端かなっていうぐらいを、キャッチャー岸田が取れず、こいつ、取ってたら完全にアウト。バッと。まあ、ここら辺がね、普段使わないね、京セラドームでね、試合っていうところで、そのバウンドをね、慣れてないから合わせれなかったのかもしんないけど、あれぐらいは取らなきゃいけないのに、タッチ焦ってるよね。まず取ってから。取ってたら完全アウト。バッと。まあ、それでヤクルトね、先制。で、7回表、ね、2アウト3塁から長岡のタイムリーヒット。長岡はね、首位打者も、最短打も狙えてるからね、このタイムリーも大きい。で、2対0。ジャイアンツとしてはね、この6回ね、裏、先頭岡本ね、2ベース。で、大城のセンターフライタッチアップ。で、1アウト3塁からね、吉川三振、岸田フォアボール。で、片脇ライトフライと。ここで1点でも取ったらもっと流れ変わったのに、っていうところで、1点取れず7回のね、長岡のタイムリー。で、8回にはね、2アウト1塁から山田哲人のサードゴロ、岡本がジャンピングスローで投げたらファーストへ悪送球でタイムリーエラー。2点ミスだからね。1個はね、記録ついてるけど2点ミス。2点ミスでね、もう超流れ悪いんだから、あ、これはもう負けたなと。まあ、広島も負けてるからね、絶対勝ちたかったところ、まあ負けかとなったところね、9回裏、ピッチャーね、小沢。ワンアウトからね、アキールフォアボール。で、丸がツーベース。で、ワンアウト二三塁から、浅野がライトフライでアウトになるけども、ツーアウト二三塁から、なんと、モンテスが、ね、ワンボール、ワンストライクから、レフトスタンドへ、同点スリーランホームラン。クッパッて。ね、初ホームラン。日本来日。初ホームラン。1号が、こんな素晴らしいところ。しかもね、この打席もやっぱり初球のスライダーから積極的に振りに行ってるからね。これがまたモンテスのね、いいところ。ね。で、同点になって。この流れはね、もう完全ね、ジャイアンツが勝つ流れだけども、9回ね、大勢出てきたところで先頭オスナがツーベース。で、中村雄平がね、送りバントを決めて、ワンアウト三塁。ここでね、竹岡が三振するんだけども、ツーアウト三塁から並木が、今季初ヒットが決勝タイムリー。グッバッて。ね、ここ大勢やっぱ抑えなきゃいけなかったよね。で、10回裏ね、ヤクルトはロドリゲスが出てきて、ね、大城、吉川、岸田とね、三者凡退に抑えて、ヤクルトの勝ち。巨人、このモンテスのホームランで勝たなきゃいけないよね。流れ悪いね。ね。あと打線がやっぱり流れ悪いね。ちょっとなんか雰囲気悪いね。この打線のね。まあこれがね、今日爆発するのかっていうところだし、その中で2点ミスだからね。岸田のミス、岡本のミスっていうね。ミスで失点でっていう、もう全部の流れ悪いね。まあそういったところではね、この首位ね、カープと 0.5 ゲーム差、逆にカープ負けたから良かったけどもね、これどうなっていくのか、ミスを減らしてね、打線が上り調子になってくるのか、2戦目、どうなるのか。巨人対ヤクルト4日の試合、3対0でヤクルトの勝利というところで、ヤクルト2連勝、ね。まあ、広島、巨人ともに仲良く両方のチームが連敗するっていうね。で、ヤクルト先発吉村、9回125球、9安打5三振、無四球無失点、無四球完封、グッペッチ、ビッググ。ナイスです。最近ね、調子悪かったからね、前回も初回に3失点っていう、ところでね、もうこの、後半戦ね、全く勝ち星なく、オールスター以降ね、
しかもこの3戦4失点4失点6失点でね、なかなか苦しい中でこの完封はね、本人嬉しかったでしょうね。で、今日先発グリーン6回119、7安打7三振、無四球2失点、もう攻められないね、これはね。4回表ね、先頭サンタナ、センター前ヒットで、ノーアウト1塁からオスナがね、レフトスタンドでツーランホームラン、グッパッね。で、8回にはね、ピッチャー船場様から中村悠平がね、ツーアウト1塁からタイムリーでダメ押しが3点目っていうね、ところで、まあ、巨人としてもね、点取れないね。ヤクルトと一緒にね、9安打打ってるけれども、ヒットが出てもダブルプレーとかね、連打が続かずっていうね、まあ、最後のビッグチャンスは7回裏ね、大城、そして秋広がヒット、ツーアウト、一、二塁、代打、坂本、ショートゴロ、ね。まあ、これぐらいかな、チャンスはね。でも、あと8回表ね、あ、8回裏、先頭攻撃がツーベース。で、丸、浅野、モンテスね、1、2、3番続けずっていうね。で、9回にもね、大城、秋広ヒットで、ツーアウト、一、二塁、最後、伊豆口がね、ショートゴロでアウトっていうところで、まあ、吉村の完封を許すんだけども、打たれへんな、最後の一本で、これ、もう、最下位、ヤクルトに連敗はね、きついね。まあ、今日、戸郷、ね、山野。これね、まあ、広島同様3連敗許されないっていうところでどうなるのか。まあ、打線が打てるかどうかだね。なかなか苦しいね。まあ、そんな中でね、ヤクルトはね、吉村が、カップで、しかもね、いいところで点取って、素晴らしい勝ち方だったと思います。巨人対ヤクルト、3対0で9月5日の試合、巨人完封勝利ということで、巨人先発戸郷、7回103球、1安打7三振、1四球、1デッドボール、無失点、グッピッチ、被安打1、しかも初回の先頭西川にヒット打たれてからノーヒット。これずえっす。3連敗はできないぞっていうところ、これずえっす。そして、ケラー、大勢とね、しっかり締めて逃げ切り勝ち。ヤクルト先発山野ね、5回86球、7安打5三振、1四球3失点と、粘ってたけどね、いい感じでね、ヒットは打てられるけど最後の1本許さないっていうね、ジャイアンツはヒットを打ってチャンス作るけどもね、初回も2アウト2塁から岡本がライトフライね、で2回も、坂本がね、2ベース打って1アウト2塁になるけども、浅野がショートゴロで、まあ、門脇敬遠されて戸郷が三振で、3回でもね、吉川岡本連続ヒットで2アウト2、3塁チャンス作るけども大城ショートゴロとね、3イニング連続得点圏にランナー置いて1本出ない、また今日は貧打線でヤクルトにポンポンポンでやられるのかっていうところでね、トーク王が踏ん張って大きかった。そして5回裏、戸郷丸アウトで2アウトから吉川センター前、モンテス内安打、そして2アウト1、3塁から岡本がライトスタンドで3ランホームラン、クッパッティングやっとです。しかもこれタイムリーじゃなくて3点がでかいね。でしっかり逃げ切り勝ち、まあ、ヤクルトは1安打だからね、まあ、なすべなくっていうところはあるけども、巨人としてはね、これを最後3連敗されなかったのはね、非常に大きかったね。でヤクルトはね、このカード2勝1敗で勝ち越して中日まで 1.5 ゲーム差、これなんとかね、最下位脱出っていうところはね、目が出てきたんじゃないでしょうか。巨人はね、最終戦広島が負けたんでね、0.5 ゲーム差首位浮上ですけども、まあ、まだまだ最後までわからない。でも巨人は3連敗しないでよかった。戸郷グッピッチ。さあということで、セリーグは本当に面白くなってきたね。1位巨人、2位広島 0.5 ゲーム差、3位阪神首位まで3ゲーム差、2位広島まで 2.5 ゲーム差、4位 DeNA は3位阪神まで 1.5 ゲーム差で、首位までが 4.5 ゲーム差。いやこれミラクルあるかな、こんなことになると思わなかったね。 DeNA5 連勝ね、広島3連敗、巨人なんとか1回勝ったね。これは面白い争い、まだ週末ねどうなるのか、佐々木総チェックで見ていきましょう。パリーグはね、ソフトバンクマジック15、これはもうそのうち行きます、10連敗ぐらいしない限りね。で日本ハムもね9ゲーム差で、3位ロッテに 3.5 ゲーム差、これはもう2安泰っぽいな。でロッテはね、楽天に 3.5 ゲーム差、これ大きい、このねあともう1回でも勝てばねかなり大きいね。楽天 3.5 ゲーム差、さあどうなるのかね、佐々木チャンネルと共に楽しんでいきましょう。次だからセリーグ対戦カード、金曜日はヤクルト阪神、広島中日ね、この2試合だけだから、巨人、DeNA がないんだね。さあどうなるんだろうね、これはまた A クラス対 B クラスね、負けられない戦いがあるっていうねところだね。広島は大皿でなんとか止めたいね。でパリーグは日本ハムオリックスとソフトバンク西武か、ソフトバンクはこの西武でしっかりマジックね減らしていきたいよね。うん、で巨人対 DeNA が土日で行われる。 DeNA ここ勝ち越したら面白いね、勝ち越したって2連勝したらね、まあ、どうなっていくのか、皆さんまだプロ野球かなり面白くなってきましたね、楽しんでいきましょう。それでは。